一丁目に所在する高島屋、子会社の投資開発株式会社が運営する、ショッピングセンター。都市再生機構を志向者とする、流山市新市街地地区一体型特定都地区各整理事業、区域において、2004年下期に開発事業に着手し、2007年3月12日に開業した。建物は、地上3階建ての本館、地上5階建ての本館駐車場棟。 別当の地上6階建てのアネックス、2つ目となる別当の地上6階建てのフラップストで構成される。また、2022年夏には3つ目の別当としてアネックス2の開業を予定している。流山市では緑豊かな流山の価値を損なわないように、緑の存在が流山に住むことの最大の価値となるようにとのことから、グリーンチェーン認定基準を設けている。 当 SC は建物内外の緑化や環境に配慮した商業施設として認定を受けている。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップ検索を、営業時間は公式サイト、営業時間を SC 内の各種サービス及び ATM を設置する、金融機関の詳細は公式サイト、サービスガイドを参照。首都圏新都市鉄道筑つくばエクスプレス。 東部の打線流山大鷹の森駅に直結している。最寄り IC は常磐自動車道流山 IC である。国道16号線からは若芝交差点を流山大鷹の森方面に進む。ダイハツ担子供服編を東 SC で撮影。普通の女子高生がロコドルやってみた。作中に東 SC をモデルにしたルカワをわしぬ森 SC が登場している。 ありがとうございます。